オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうも、オーメンズイレブンのオーメンです。お久しぶりの荒野行動でございます。今の深夜2時に撮ってるんでね、ちょっと小さめの声でいきたいと思います。で、あの荒野行動最近そんなにやってなかったんですよね。ただバトルパスだけ買って、あの勲章だけ集めてたんですよ。で、金貨も金フェラーリの時かな、その時に引いて、で、お詫びか何かでそのまま引いた分帰ってきたんですよね。で、その勲章と金貨が余ってる状態でしばらくずーっと放置してて、どうしようかなと思って、もう引き時わかんないなと思ってたら、ちょうどシーズン変わってくれたんで、今回全部これ引きます。もう綺麗さっぱりなくします。で、バトルパスもなんだかんだログインして消化するのも時間かかってたんで、次は買わないですね。ということで、これはおそらく荒野行動の中では最後のガチャになるかなと思いますので、ぜひ最後の勇姿をご覧くださいませ。で、勲章で当たるかどうかっていうのも気になりますよね。で、まず金貨の方ですね。金貨の方全部引いちゃいます。結構できるね、90連ぐらいパパッとね。もう無欲なんで、まあね、出ないですよこれ。ほんと出ない、荒野行動はね。ね、なんだっけな、これランボルギーニの時10万近く課金しましたからね。やっぱ10万で1台なのかなっていう感じもしますね。ほらこの速さ、10連の解ける速さ。出ない出ないね、怖っ、ほんと怖い荒野行動。単発でいけるね、この速度よ。早い早い、あと全部単発になっちゃう。勲章で何連だ、何連できんのかな、70連ぐらいできんのかな。はい、なくなりました。金貨、金券、金貨、あれじゃあこっから勲章いきます。連打ね、ずっと連打しとこう。あ、なんか出たね。いやこれ車1台は出てもいいと思うんだけどな、こんだけ引くんなら。早いよこれ、早送りになるかもしれないですね。早送りでいいレベルかも。結局こうか。あのバトルパスでね、こうやって勲章が無料でもらえて、ちょっと課金したら頑張ればね、ほぼ無課金の人にもセダンが当たるっていうのはすごくいいなと思ってたんですけど、まあ大変ですよね。今 M16 のスキン出たね。やっぱりセダンのスキンぐらい、もしくはバイク何かのスキンが当たんないと、武器以外のスキンが当たんないと当たったっていう感じしないな。それかよく使う武器のスキンね。お、AK 武器のスキンはね、当たってもいいですよ。セダン、あとどれぐらい引けるんだ。セダンは何分取ってる今、4分ぐらいか。猫アイマスク、あーこれオートで連射してくんないかな、連打。あー出ないね、セダンスキン出ないね、バイクのスキンも出ないね、武器スキンだけですね出たの今のところ。170連ぐらいは引けてるのかな、あっちで90ちょい引けてるもんね。金券、無言になっちゃう。すごいわ本当。あの勲章200ぐらい貯めたかったんですけどね、我慢できなくなりました。ガチャ引きたくなりました。これ現金の課金はきついわ。もう
先が見えん。さあ、通らない。通らないよ。終わった？終わりましたね。マジっすか？マジで言ってんのか？うん、終わりました。というわけで結果ですね。何を見たらいいのかな。まあ、セダンのスキンが当たらなかった時点でね、爆死です。大爆死しました。皆さんも荒野の課金には注意してくださいね。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。明日に投げた想いは羽を生やし空を駆け巡る。そして浮かした体は全て未来を連れてくる。